後ろフェルジナンド、プレスバックもあることを感じながらミドルシュートを放っていった、決まった、同点ゴール、突き刺したフェルジナンド、フェルジナンドの来日初ゴールが生まれました、1対1同点、劣勢だったジュビロ、勇気が生まれる同点ゴール。本当ですね、すごいシュートでしたね。ただ今私感じたのは、はい、フェルジナンドがボールを持った時にウェリントンがこう取りに来る、これをフェルジナンド感じた、はい、そのことでなんか後ろから押してもらってシュートに行ったという。いや本当ですよね、まず後ろ見ましたからね、はい、今までこう背後からボールを取られてるというイメージがやっぱりあるんですよね、だから前に行かなきゃいけないというのがこのシュートを本当に生んだかもしれませんよね、はい、でもすごいシュートでしたね、どこまでも伸びてきそうな、そんな弾道でした、フェルジナンドの同点ゴール。